ドニアバーベキュー用にと思って買ったんですけれども、多いので、朝食の時は、健康的なものを選ぶんだったらこっちって。ごきげんよう、すままです。今回はゴールデンウィークの購入品をご紹介させていただきます。コストコのセール価格は特別なものを除き金曜日スタートで翌週の木曜日までです。チャンネル登録もお願いします。コストココネクション2021年5月号が配られました。こちらは限定会員向けです。エグゼクティブ会員になる前からいただけたので基準は分かりませんが、対象者にはレジ係に分かるように表示されるとのことです。今回は冷凍食品特集です。電子版もありますので概要欄にリンクを貼っておきますね。ゴールデンウィークなので早めに行きましたが、この日は8時半開店でした。もうね、すごい人でした。疲れました。帰宅してからの昼食はこちらのアンガスビーフパイを温めました。オーストラリアで人気のミートパイだそうです。6個入りです。直径は約10センチ、厚さは3センチぐらいです。レンジは袋のまま2分チンします。オーブンですと170度に予熱してから45分なので、もうね、レンジでやりたいところなんですけれども、多分ねオーブンの方が美味しいと思うので、一応今回は両方試してみました。暑いから気をつけながら袋から出しました。でやっぱりねベチャっとしてるんですよね、見た感じね、なので、オーブントースターで追加で、2分ほど焼いてきました。あの表面もちょっとねパリッとしてなかなかいい感じにできたと思います。切ってみると中からたっぷりのバーベキューフィリングが出てきます。スロークックドプルドポークの味に似ていますし、お肉も裂いてあるのでスロークックドプルドポークのソースをたっぷりにした感じです。でもねこちらポークではなくて、オーストラリア産アンガス牛 100% 使用です。こちらはオーブンで焼いた方です。オーブンでは45分って書いてあったんですけれども、もうね30分でこんがりしてきたので取り出しました。ね、レンジでやったのと違ってやっぱりねパイがサクッとしていますね。あのね断然オーブンで温めた方が美味しいです。でも別にねレンジだからまずいってわけでもないので、待てないならレンジもありです。賞味期限は来年の10月なので1年半ありますね。でもねもう家族がすごい気に入ったので6個ともすぐに食べちゃうと思います。オーガニックベビーリーフです。パッケージの裏に、入っている種類が書いてあるんですけれども、全部入っているわけではなくて、毎回買うたびに違います。今回入っていたのは水菜など傷みやすいものがね多いので、もうささっとどんどん洗って食べることにします。土で栽培しているのでもうしっかり洗います。キャベツは1玉98円です。袋は持ってた方がいいですよ、結構ね汚れてますのでね。桜鶏焼き鳥用もも串30本入りです。スーパーとかね業務スーパーとかと比べると高いんじゃないのって思うんですけれども、でもね宮崎県の桜姫を使っているのでもう安心で美味しいです。これねゴールデンウィークっていうことで皆さん買われていたので、はい、うちも買いました。30本がバラ凍結なので使いたい分だけね取り出しやすくて使いやすいです。オニアバーベキュー用にと思って買ったんですけれども、グリルでも焼いてみました。軽く塩を振って焼いただけなんですけれども、やっぱり美味しいです。タレでもいいんですけれども塩をぜひお試しください。こちらのグリルパーティーもバーベキュー用に買いました。2パックに分かれていて4種類のウインナーが入っています。原産国はオーストリアです。もうね、ずいぶん前からある定番商品なんですけど、だんだん値上がりしてきていますね。私が知ってる中では今回が最高値です。
ちょっとね迷ったんですけど買いました。やっぱりバーベキューですのでね、はい、お肉も買ってきました。 US プライムビーフ肩焼肉用です。ゴールデンウィークはお出かけしないのでお庭バーベキューをします。その様子はまた動画で、できたらご紹介させていただこうと思っています。こちらのね豚ひき肉と塊は作り置き用です。ゴールデンウィーク中にちょっとねいろいろ仕込んでいこうと思います。コストコでお肉を買うときは袋を持っていった方がいいですよ。もう今回もねすごい結構血だらけです。オイコスは今回ストロベリーしか販売がなかったです。ストロベリーはね娘用です。12個入りですのでスーパーで買うよりはね1個あたりの単価はお安いと思います。ただ1個がね 113g っていうのはちょっと多いので朝食の時は半分こして食べました。アンソンバーグリカーチョコレートです。デンマーク王室御用達の老舗アンソンバーグのリカーチョコレートです。もうねこれは4月の新商品だったんですけれども、もうゴールデンウィークまで我慢してました。もうねずらっと並んだミニチュアボトルがもう可愛いですよね。そそります。もう、ね、このねフェイマスクラウスが私の一番好きなスコッチなんですよ。こちらのねチョコレートのレビューはこの後投稿予定ですのでぜひチャンネル登録をお願いします。メスデマッハオーガニック全粒粉ライブレッドです。人工添加物不使用、イースト不使用、食物繊維たっぷりのパンです。ドイツ製です。パンに見えないですよね。オリーブオイル石鹸かと思うような見た目ですけれども、6ミリスライスが5枚入っています。9パック入りなので全部で45枚です。常温保存、賞味期限も長いので保存食としてもいいですね。温めて食べても良いと書いてあるのでトースターで焼いたんですけれどもボロボロに崩れました。なので焼かないまま食べる方がいいかなと思います。しっとりした感じのパンなんですけれども食感はシリアルに水分を含ませてから固めたって感じなので正直美味しいとは思いませんでした。でもね噛んでいるとライ麦、オーツ麦の香ばしさと甘みを感じます。美味しさを求めて食べるというよりも、健康的なものを選ぶんだったらこっちっていうんだったらありです。ライ麦、オーツ麦のもうシンプルな味なので、お野菜とかチーズとかの相性もいいです。なので朝食とおつまみにも合うと思います。ただほんと崩れやすいのでどう思ってばいいのか。バラエティベーグルです。6個入りのが2袋よりどりで選べるんですけれども今回はプレーンだけにしました。大きさもね毎回ちょっと変わったりするんですけれども、直径は11センチくらい、厚さは3から4センチぐらいです。もうね有名ですよね。すごく大きいんですよね。これで1個あたりの単価が 56.6 円ですから、かなりお得だと思います。ベーグルはいつもね朝食に出すんですけれどもこんな感じで休日だけはね一生懸命朝食作ります。私もねとねだから休日はドレッシングも、時間がある時は手作りするんですけれどもただね家族みんな使う好みがバラバラなんですよね。なので市販のはもう冷蔵庫にたくさんいろんな種類入れてます。テーブルでね塩コショウそれからグレープシードオイルとバルサミコ酢これかけるだけで私は、ドレッシングはあまり使わないですね。ホットドッグバンズです。長さ19センチなのでスーパーのよりもちょっとね大きめですよね。コストコはハンバーガーバンズもちょっと大きめですよね。クエーカーのグラノーラです。コストコではね多分グラノーラはこれが一番安いんじゃないかな。家族がね好きなのでもう何度もリピしてますからはい何度もご紹介させていただいてます。中身はねアーモンドとレーズンとオーツ麦味付けは蜂蜜ですのでもうすごいシンプルなんですけれどなぜかね
ココナッツ風味がするんですよね。私だけかな、うん、あと私はね豆乳をかけて食べます。あと豆乳ね、ちょっと余談になりますけど、カークランドの豆乳は私はあまり好きじゃないんですよ、うん、中田田舎漬け梅干しです。もうね何ヶ月もずっとね40円引きなんですよね。なのでちょっとね詐欺っぽく感じますよね。いい加減もう1958円でいいんじゃないかなって思うんですけど、1998円から40円引きってことでセールになったとはいえ高いんですけれども、高く感じるんですけれども、結構ですね大粒のもう本当上質の梅干しが見た目以上に入っています。もう果肉がすごく柔らかくて素朴な味です。もう本当美味しいです。おすすめですこれは、うん、ただパッケージがねそのままだと使いづらいので移し替えてます。タングルティーザーの普通サイズと携帯用のセットです。色違いもねあったんですけれども、私はこちらの水色を選びました。こちらのレビューはメインチャンネルの方で、娘の髪の毛を使ってご紹介しようと思ってます。そちらのフォローもよろしくお願いいたします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品の簡単なレビューやお値段を載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。